そこからじゃあその、始められ自分で何かしようということで具体的に始められて、結果的にその大学2年生の時に、はい、その形になったっていうことなんですかね。大学1年そのまあ企業セミナー6月に行って、はい、でそれからずっと自分には何ができるんだろうとずっと考えてまして、はい、まあ企業ですと当然同じような事業をされる、うん、今はあのうちしかやってない、はい、あのオリジナルだとしても当然後から出てきますし、うん、そういう部分で差別化って必要なんですよね、うん、勝つためになるほどです。で、まあ、自分の強みは何なのかそこでやっぱ戦っていかなきゃいけないんですけども、はい、それをやっぱり見つけれなかったんですよね初め。あ、なるほど。自分に何ができるんだろうか、あ、お客様からお金をいただいて提供できるものは何があるんだろうか、うん、っていうのが当然高校まではずっとスポーツで来ましたから、はい、大学に入って急に起業しようと思ったって、うん、何も商品ないしノウハウもないし経験もないわけですよ、うん、だから人脈もないわけですよ。お金もない、はい、人脈もない情報もない、うん、じゃあ何ができるんだって話で、はいはい、僕一人の体力だけは自信あるんですけど他は何もないっていうところで、はい、でどうしようと、はい、いうので自分の強みは何かっていう、まあ本当いろんな人がやっぱ誘ってくれるわけですよね、はい、こういうセミナーがあるよとか、うん、こういう人がこういう人が来るよとか、はい、まあいろんなことを誘っていただくので、うん、なるべくあの誘われたら全部行こうと、はいはいはい、っていうのは決めてましたね 僕の中で。それが大学1年生の時で、なぜそう決めてたかっていうと、はい、これはあんまり意味ないんじゃないかとかね、うん、あ行く前からいろいろ考えるんですけど、なるほど、はい、行ってみないとわからないことっていっぱいあるんですよね。で、誘ってくれたってことは、なんかこの子にとってはメリットあるんじゃないかなと思って誘ってくれてるんで、はい、まあ行ってみて、もしダメだったらもう次は行かなければいいんだからということで、まず自分で、これは意味があるとかこう取捨選択するんではなくて、はい、経験がないんだったら全部行こうと、当然お金かかりますけどね、っていうふうでバーッといろんなとこ行って、その時に自分って今やれることって学生っていうものをなんか強みにしてできないかなと、ああ、なるほど。いうのをこの学生の時に思ったんですよね、はいはいはい、今この4年間、まあまあ、大学生ですが、あと 4年間は学生という、まあ、称号じゃないですけどね、なんかあるわけですよ。そうです。だから、学生ってもので何か、あの社会人にはできない、学生しかできないことって何なんだろうかっていうことをずっと考え始めたんですね、はい、それが、まあ、1年生の秋ぐらいですね。うん。で、まあ、気づいたわけですよ、はい、あの学生の気持ちって学生にしか分からない、確かにそうですね、うん、はい、っていうのをまあ思って、はい、だから就職活動で、まあ、僕の時も、就職難って言われてたんですけども、はい、リーマンショックがちょっと、まあ、起こった時ですから、あ、ちょうどそうなんですね、あ、これから就職難になるって言われてたんですけど、なので、まあ、中小企業は採用しにくいと、っていうことで、だったらなんかその学生の気持ちをもっとこう、はい、企業さんに伝えてあげて、はい、ミスマッチングがなくなるような、はい、ビジネス、まあ、就職活動の支援ができないかというのを、まあ、あの学生、まあ、ちょっと偉そうですけど、あの企業さんが提案するわけですから、はい、だけど、まあ、学生目線で、はい、そうですね、学生の声を伝えてあげたらきっと企業さんが喜ぶんじゃないかということで、あのそのことはできないかなというので、で大学2年生の時に、はい、あの経営者100名に訪問したんですね。あ、そうなんですね、はい、それがちょっと夏休みですね。あ、2年生の夏休み、はい、2009年のちょうど8月、9月ですね、はい、半年間ぐらいかけて、あ、すごいですね、まあ、紹介をしてもらって、はい、で、経営者の方にお会いして、はい、その就職とか、はい、あとは、まあ、学生向けと何かできないかとか、いろんなこともお話を聞いたっていう、はい、はい、100人に会われたんですか。そうです、相当すごいですよね。なかなか大学生のうちからそういう経営者に会ったりとかっていうのは、まあ、たまにそういうふうに会ったりすることあると思うんですけれども、100人も会うと全然多分価値観とか見方とかって結構絶対違ってくると思うんですけど、なんか会う前と100人に会う前と会ったというのがどう変わりましたか。当然その学生っていう強みを、学生というものを強みを生かして、はい、何を提供してあげたら喜んでいただけるのかっていうのが分かりますよね、はい、それは、はい、机の上で、はい、ニーズは何かとかね、メリットは何か、デメリットは何かって考えるよりも聞いた方が早いですから。なるほど。聞いて、はい、本当にこれを困ってるんだということをやってあげれば、当然それはお金にも返りますし、喜んでいただけますから、あ、うん、そういう部分でそれはあった方が絶対いい。あ、
ね。よく、まあ、真のニーズっていうんですけど、はい、あのもう聞くとよく分かる、はい、自分で考えるんじゃなくてそういうふうに相手側から考えてしっかりお客さんの方があの答え持ってますからね。そうですね、お客さんの立場になっていろいろ考えようとはするんだけど、うん、はい、それは相手の気持ちにはなれないのであくまで自分目線の相手の気持ちなので、はい、まあ、お客さんに聞いた方が早いですね。なるほどですね。あ、そういうところでいろいろ、まあ、人脈とかもそうだと思うんですけど、そう経営者の方と会われてまた自分の基準もどんどん上がってってっていう感じで、一番そうですね、大学2年生 の、 その夏から半年間かけて、はい、たまあ、なぜその経営者100名訪問しようかと思ったのも、はいはい、何をやっていいか本当まだ分かってなかったんですよね。なるほどですね。あの、うん、ほとんどお金もない、人脈もない、何も提供するものは、まあ、学生っていうもので何かできないかなという模索している状態ですから、はい、一応無理やりサービスはその企業セミナーで作ったその就職向けの支援、企業さんと学生のマッチングですね、はい、っていうのは作ったんですけど、はい、果たしてそれがね、いくらのものなのか、本当に喜んでもらえるものなのか、何もわからない状態で、まあ、商品になってない状態ですよね。で、聞こうというふうで、はい、まあ、回ったんですけど、はい、うん、まあ、はい、なかなか大変でしたけど、でも、もうそれをやらないと自分は次に進めないっていうなんか感じがしたんですよね。なるほど、なるほど。もう行き詰まってたんですよね。はいはい、だから、で、何人の人に話を聞いたらいいですかっていう、まあ、社会人聞いたわけですよね、はい、もうよくわかんないから、なるほど、そしたら、はい、まあ、適当に100人ぐらいじゃないかなっていうなんか聞いたら、これ根拠ないんだと思うんですけどその人は結構軽く言ったんですね。100人ぐらいかな、100人ぐらいあったらいろんな意見聞けるんじゃないかなっておっしゃられて、はい、今だったら100人あるの、まあ、僕の今だったらもう、はい、うん、すぐね、そうですね、集めることもできますけど、はい、その時は100人あるの本当ね、半年間かかったので、あ、そうなんですね。そんでも早い方、まあ学校と両立しながらですね。そうですね、授業もあったりしますし、はい、そんなんで、はい、ありましたね、はい、いやでも本当に不破さんといつもお話しさせてもらっていて、いろんなことをちょっとこの前も聞かせていただいたんですけど、僕がすごい不破さんがなんかその飛び抜けてるっていうか、ここ本当にすごいなっていうふうに思うところが、そういう例えばそういう今の経営者の方だったりとかと仲良くなるっていう、そういう人間構築、うんうんうん、人間関係のそういうスキルっていうか構築するスキルがすごい飛び抜けてるなっていうふうに思うんですけど、うんうん、なんかその普段そういうことで、まあ、意識していることとかあったりするんですか。そうですね、うん、なかなかね、結構なんかコミュニケーションのこととかで困ってる人って結構、まあ、僕もその今セミナーとかやっていて、そういうコミュニケーション教えてほしいとか結構そういう声いただくんですけど、やっぱり僕自身はなるべくその、はい、自分をよく見せようとかではなくて、自分の、はい、弱いところも全てを見てもらおうと、うん、で、うん、当然僕自身の好きな人も好きじゃない人も当然いるわけですけれども、はい、全てを自分を見せようと、はい、あの殻にあのこう何ですか、閉じこもるというか、こうね、あの鎧をかぶるというか、なんか、はい、なくて格好つけるわけじゃなくて、全てを見てもらおうというのは意識してますね。だから、自分が警戒しちゃうと相手も当然警戒しちゃうので、はい、そうすると仲良くならないので、なるべく誰でも OK 連絡が来れば必ず全員に返すし、はい、会いたいって言っていただければ会いますし、はい、で、まあ、その会った後は、うん、できるだけお礼状をね、はがきを書くようにしてますね。あ、一回会った人に本当に今日はありがとうございましたみたいな感じで、そうです、いついつ書いて、あ、なるほど、あ、そういうところがやっぱり信頼関係につながってくるんですね。なんでしょうかね、まあ、誰でもできることなんですよね。そうですね。例えば手紙を、はがき1枚なので、はい、それも裏面は例えば今ですよ、紅葉とかそういう季節のこう、絵はがきですね、はい、で、表に名前、相手の住所、名前、はい、で、ちょっとお礼の文を書いて、はい、で自分の住所と名前を書いてあるだけなので、はい、あまりここでね言うとあれですけど、はい、1枚書いても5分とか10分なんですよね。はいはいはい、うん、まあ、なんかお礼の気持ちがないような感じがするんですけどそれは別として、やっぱりちゃんと書いてあげて伝えて、はい、
10分だったら誰でもできるんですけど、でも意外とやらないですよね。メール済ましたって、そこはやっぱりなるべく感謝の気持ちをちゃんと伝えるっていうことは心がけてやりましたね。本当にじゃあ当たり前のことを本当に当たり前にやるっていう感じですか。そう、向こうがやっぱりもらったら絶対嬉しいですね。はがきとかもう今あのなんです、現代ってやっぱりメールとか、はいはい、やっぱそういうもんで終わってしまうじゃないですか。そういうところでやっぱりはがきとかって来るとやっぱそれ嬉しかったりとかするんですかね。もらう、僕自身もやっぱもらったことがあって。ああ、そうですか。その大会社の、はい、まあ、大企業ですね、はい、大企業 の、 あの社長様から、はい、ありがとうございました。僕なんかにこう手紙が来たこともあって。そうなんですね。びっくりしますよね。へえ、そうなんですね。ありがたいっていう、まあ、それはなんかずっともらって嬉しい。そうですね。のでだったら僕は、誰にでも書こうというふうには意識してますね。なるほどですね、はい、これはもう究極のスキルですね、これは。不思議でですね、はい、例えば、まあ、この人にはあまり送っても直接仕事には関係ないんじゃないかっていう人も当然いるわけですよね、はいはいはい、だけど、ちゃんとお礼をしていくと、はい、その人にまた別の人脈で何か紹介いただいたりとか。そうなんですね。あの不思議なんですよね。つながってるんですね、いろんなところで。本当にこの話知ってます？あの6時の隔たり理論って言って。いや、知らないです。あの世界中に今60億人ぐらいいるんですかね、はい、なんか全世界で、全世界で、はい、その人たちをこう、はい、紹介の紹介のところつなげていくと、はい、6人返すが返すってことを6人つなげるだけで、はい、世界中の人とつながれる。そうなんですっていう、まあ理論が一応あるんですね。すごいですね。はい、世界中の人6人でつながるんですよね、はい、ってことは日本中とかだったらもっともっと狭いわけですよ。そうですよね、うん、だから実は、はい、あの人に会いたいと思ったら誰でも会えるって僕は思ってるんですね。なるほど、はい、だから、まあ芸能人であろうとどこどこの社長さんに会いたいだろうと、はい、本を読んでこの筆者に会いたいとかも、はい、誰でも会えると僕は思ってて、はい、で、まあ、まあ今 Facebook もありますから、はい、こう調べると意外とね、うん、繋がっちゃうんですよね。そういうもんなんですね、はい。これはいいこと聞きました。簡単です。簡単ですけど、はい、でもそんなに単純ってことですよね。単純です。6人ですからね。ああ、そうなんですね。そう、意外に本当に近くにいるってことですね。そうです、そうです。なので、行動してないだけですよね。そうですよね、うん、特に例えば紹介していただくときも、はい、具体的に、はい、例えば当然誰々さんっていう名前まで分かれば、はい、相手は友達だったら紹介しやすいわけですから、はい、漠然と、こんな人、まあ、頑張ってる人を欲しい、はい、を紹介してほしいと言われると、はい、誰を紹介していいか分かんないんですけど、うん、もっと具体的にお伝えしてれば、はい、意外と紹介はしてくれるので。あ、そうなんですね。で、昔どういう時に人に紹介しますかっていうなんかアンケートがあったんですね、はい。でまあ、なぜあなた紹介したんですかっていう、まあ、アンケートなんですけど、はい、紹介してほしいって言われたから紹介したっていうのが、はい、6割7割ぐらい占めてるんですよね。あ、そうなんですか。だから当然あこの人に紹介してあげようっていう時は、はい、思って紹介する時もあるんですけど、はい、でも意外と誰々さんって友達だよね、紹介してくれないって言ったら、はい、ああいいですよって言って紹介してることの方が多い。あ、そういうもんなんですね。なのでこちらからアクションを起こして紹介してほしいですって言わないとなかなか紹介も来ない、はい、待ってるだけではなかなか難しい、かなと。なるほどです、うん、そういう意味で本当に行動って一番大事なところですね。意外と、ね、周りにいますからね。そうですよ、自分が会いたい人とか、はい、うん、まあ、そのうちの一人が不破さんだったってことなんですよ。